はい、どうもこんにちは。ですね、今日はね、針刺し事故ですね、ここにね、釣り針をこの間刺しちゃったんですけども、その時の釣りのですね、映像をちょっと、まあ本当はなんかね、良くないかもしれないけど、上げていこうと思います。でもしね、弱い方、そういうの弱い方は是非見ないようにお願いいたします。ちょっとね、魚の取り込みの時に焦ってしまって、で思わずやってしまいました。こんながっつり刺したの初めてかもしれません。本当はね、お医者さんに行った方がいいです。本当はっていうか、まあ行った方がいいと思います。で本当自己責任でね、まあその後に何かしら、なんていうか、針刺した後に何かしら起こるかもしれないし、その辺も前後含めてね、処理の方は病院でやった方がいいと思います。焦ってね、変なことになってしまうと、たまたまうまくいったというか、まあ結果的にはね、現状は治っているんですけど、そういうことになった場合はですね、ぜひ病院に行って処置していただいた方がいいかと思います。どうぞ。調べが入ってる。何かが食った。またこんなところで取れないよ。何かが食ったけど、あ、ネット落ちる。青物なんですかね。岩がブルブルいってますけど、耐えてください。目に入ってますかね。釣れてる。無理ですね。疲れた。疲れた。落とされてやがって。
はい、ということで、その後もね釣り続行という感じで、青物通過中の威力っていうのはそんなにすごいのかって思っちゃいますけどね、絶対医者行った方がいいとは思いますよ、そんなことをね、説得力ないんですけど、言ってみるっていうところですけど、ちょっとね青物はもう終わってしまったみたいなんでね、あとはまあ渓流と、もうちょっとしたらナマズとかも上げていければと思います。ちょっとねこういう映像で苦手な方は多いかと思うんですけど、普段はねあの普通の釣りの動画をやっておりますので、よければチャンネル登録をしていただいて、いいねとかよければしていただいて、ご視聴いただけると幸いでございます。ちょっとね今回はこんな感じなんですけども、またねちょいちょい実況動画の方今シーズンも上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。